センス、センスゴルフグリップ。重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる。すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、みゆちゃんご飯も食べて、ご飯ですね。はい、ご飯ですね。何ご飯ですね。はい、でまあちょっと巻き返していきたいとこですけど、教えてもらってまだそんな経ってないし、またやっぱコースになっちゃうとどうしてもできないとかもあると思うんで。優しい。はい、引き続き前半よりはちょっと良くなったらいいかなみたいな感じで頑張ります。はい、何持ってんすか。私の守護神お守りこれでいつも練習するんです。ああ、そうなんだ。そうなんです、めっちゃ好きです私これ。多分これができてないからいろいろおかしくなってるんじゃないかなと。ああ、なるほど、分析した。はい、いい、大好きです。1000円ちょっとぐらいでアマゾンで買いました案件じゃありません。ありません出る方いらっしゃらないかも。なんか結構でも思ったより安いんですね。はい、もう空気入れるだけなんで、すごい簡易的なやつなんですけど、すごい画期的です。うん、すごいいいです。確かに。はい、頑張ります。いきましょう。はい、お願いします。はい、よし、パー4の340ヤードです。はい、打ち下ろしなので気持ちよく。そうですね、すごい打ち下ろしてるから。本当ですね。なんかとりあえず当たれば結構いきそう。はい、とりあえず当たれば。うん、本当です。よし、してくれ。おお、ちょっと戻ってきてますね。ちょっと右行っちゃったんですけど、はい、行ってみますか。なんか跳ね返って、コロコロしてたよ。そうです。ウッド？はい。行っちゃいましょう。だってほら、これ別に上がんなくてもいいから、うん、打ち下ろしだから。かしこまりました。167ヤード、ウッド使います。5番？ 5番です。行こう行こう。バリバリ。なんか若干ほらやっぱ地形が。そうだね、そこだけ気にして。いい、これ多分いい方向に。そうですね。おし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 、しゃあ当たった素晴らしい。嬉しい。あー、よかった。まあ多分ね、最初の1ホール目とかはね調子いいんだよお前って感じな顔しますね。確かに傾向としてその傾向ございますね。そう、ご飯食べて仕切り直しされただけであって。そうなんですよ、だいぶ多分メンタルやられてるってことですね、うん、表面的にこう大丈夫頑張るとか言ってるけど。そう、ちょっとルンルンみたいな歩き方してますね。本当ですか。はい、軽やかですよまあいつまで続くのかな。本当ですかね多分9番ホールと比較してもらいたいです。足上がってないですけど最後、最終ホール。いやでもここチャンスですよ。参ります。はい、待ってよー。ねえ、ねえ、私だって嫌ですから皆さん。おー、恐る恐る。はい、まあ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 、事故んなかっただけよかったです。おー、戻ってきた。お、すごい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 。どういうこと。え、振り出しに戻って、ね、変わんないじゃんさっきと。パターでもいっちゃった方がいいんじゃない。え、この作戦でじゃあとりあえずしのぎましょう。はい、そうします。これまた転がる。うん、ちょっと待って、嘘じゃないですか。止まった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 。あ、よかった。いいじゃん、超えました。いいじゃん、念願の岡越え、はい、はい、OK です。ありがとうございます。うわー、2段目まで悔しい。
まあでもなんかご飯食べてねリセットしたのに、いやー、うん、いつも使わないウッドが調子が良かったんでなんか喜んじゃってましたけど、うん、アプローチでまんまとやっぱり、まあ、あれは完全に森ちゃんに今度聞いた方がいいよね。だってさ今日グリーン周りでさ右ポコポコ結構さ、そうですね、そう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 、だいぶ行ってます。まあアイアンがもう右って感じだとは思うんだけど、そうですね、うん、そうそうですね、まあ、グリーン周りじゃない、うん、そうですね、グリーン周りとパターがもう今まで適当に打ったのがもう全然う、ね、今日は通じず、うん、やっぱコースだとスコアとかにも考えちゃうから、うんうん、こうスコア考えなければほら強気でガンガンいけると思うんだけど、そうですね、そう、そういうのもあると思うから今度コースで見てもらう感じで、はい、見てほしいですって森ちゃんですって、あー悔しかったな今。パー5の379ヤードです。耐えろ耐えろ頑張れ、なんとか止まったか、多分止まったと思う。そうですね、止まってはいそう何それ、また右でまた右だって思ってみんな思ってる視聴者さん、本当ですか、うん、大丈夫かなって、また右行っちゃわないかなって、いやもうみんなしてヒヤヒヤもんですね多分まっすぐ行ったらおおって多分そうですよねうん、よし出た出た、いいぞいいぞ、終わった、オッケー、期待を裏切ったんじゃないですか今、みんなみんな右行くって思ってます大丈夫です、まだグリーン周りが頑張れ登れ登れ、お、よし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 、よしよし、いいぞ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 よし、残り、90ヤードで9番です。ナイスショット、いいやっぱ9番いいっすね9番 大好き、うん、いい9番でしか回ってなかったです、なるほど、うん、あれも乗っかった、うん、ナイスです、やったー、うわー、うーん、 OK です、317ヤードです。ちょっと右打ちがちだからそれを修正できるように、お、うん、いいいい、トントン、はい、ボール元気、方向はナイスです、いいですね、やりました、よかった、ドライバーなんかいいような気がするな、戻ってきてますか ねじゃあ170でユーティリティで寄せます、よいしょ、ナイスショ、いい、うんうんうん、細いからね、うん、いいと思います、よかったです、また足取りが分かりやすい軽くなるうん、まあまあまあ、うん、ちょっと右を意識しすぎちゃったあれ、でもあれでいいんじゃないですかね、はい、右行くより全然曲がりがない、少ないから、はい、乗せたかったっていう気持ちはありますけど、パッターを持ってきた、あ、じゃあそのままグリーン周りで いけるか、はい、お、来た、これ今何打目、次4打目、4、おチップイン、パー、お願いします、ここでチップインパーを取って盛り上がって次のホールに行くっていう台本です、あー、なるほど、そこに入れるとかじゃないんです何なんですか、そのもうちょっと笑うなら行きます、まあまあでもなんかね、あの
右にやっぱちょっと行くのはちょっと恐る恐るってる感はあるけど、はい、でもなんか出なくなってきてるような気もする。そうですね、入れ入れ惜しい惜しい、うん、でもナイスです。すべ、はい、てがそれとなく終わったかっこよく言うとスダボって言うんだよね。え、そうなんですか。何スダボって何の略ですか。え、素で、素で特に何もなくダボそう、なんか事故ったわけでもないけどなんかダボったみたいな感じのイメージじゃない。え、そんな用語、え、使おう知らなかった。